群馬銀行グリーンウィングスからプロチーム群馬グリーンウィングスへ、よりですね、地域の皆様とのつながりを深めてですね、より幅広い方々から親しまれ、また応援していただけるチームにやっぱり生まれ変わりたいというふうに考えております。新体制としてプロチームで指揮を取らせていただけるチャレンジを与えていただきました、群馬銀行様には本当に感謝しております。群馬県というのはスポーツに対して非常に理解が深く、私たちプレーをするにも素晴らしい環境が整っております。大きな転換を図る発表に山本知事も駆けつけました。プロスポーツを通じて地域を振興しようというのはですね、山本県政になって打ち出した新しいベクトルの一つなんです。この中ではですね、ご存じの通りザスパ草津群馬とブレインサンダーズ、それからダイヤモンドペガサスっていう3つのチームがあって、それぞれ頑張ってるんですけど、ここになんか群馬グリーンウィングスも加わってですね、4つのプロチームになるということで、ますます群馬県のプロスポーツがですね、これから盛り上がっていくんじゃないかというふうに思います。バレーボールの V2 リーグに所属するグリーンウィングスは10月からプロチームとなることを発表し、今後の展開などについて報道関係者らに説明しました。チームは来シーズンに発足する日本のトップリーグ SV リーグへの将来的な参入を目指していく考えです。またファンクラブやジュニアチームを立ち上げるとともに、地域貢献活動をより積極的に進めていくということです。群馬県ではプロスポーツによる地域振興を推進していて、今回の発表を受け、今後さらにチームと連携を深めていく方針です。なお今シーズンは今月28日に開幕、群馬県内でも8試合が予定されています。名前が変わったっていうところだけではなく、こう地域の皆様との関わり方っていうのも、昨シーズン以上に増えてくると思うので、地域の皆様のために、こうバレーボールを通じて勇気を与えるっていうところを、今シーズンは強い思いを持って頑張ろうと思います。おすすめの動画はこれっす。チャンネル登録もよろしくっす。